真っ白なまま燃え尽きていたい。
緊張してもうどうにかなるかと思っちゃったんですけど、みんな乗ってくれたんで楽しくできてます。ありがとうございます。スパイアーそう、スパイアーは私が一番好きなバンドでずっとやりたかったんですけど、ようやく念願かなって、そうだね、前いたサークルでは2回やってたんですけど、ここ入ってからまだねずっとやってなくって、あ、そう、私あの4年生の富永美優って言います。多分知らない子めっちゃいるんですよね。4年生です、富永美優です、よろしくお願いします。5年生です。愛はめっちゃ強いんですけど、それを、あ、でもこれを感じ取ってもらうのは違うな、違う、そう、愛はすごいですそのなんで、多分次の曲はそんなに有名ではないかもしれないんですけど、めっちゃかっこいい曲なんで、ちょっと歌詞もよく聞き目で、ちょっとなるべく綺麗に発音するようにするんで、何じゃあ、じゃあ、そう、次の曲、え、あ、ダメだった、なんかやってた、歌詞、あ、そう、コーラスやってくれるんで、歌詞今必死に考えてた次の曲、感情ディスコード。負けた君の心に俺が人に言われて、今日はまだ辛くて届かない道の上、100年先で笑いたい、答えなんて生き方次第、声が歩む Go!
とうございます。超かっこよくない今の曲。今の曲はなんかインディーズの頃の曲なんですけど、そうなんか最近有名な曲、最近の曲ばっかりで、なんか昔の曲ももっと1曲あるんで、ぜひみんな聴いてください。後ろにいると顔はあんま見えないんだよ、ここだと暗くて。前見るとめっちゃ見えるから、めっちゃ見えるっていうの逆に嫌だからあんま見ないようにするからちょっとできないなんですけど、ごめん食堂そうですね、私ちょっと MC が苦手で何話していいか分かんない。分かんなくない？昨日の夕飯、昨日は昨日居酒屋で焼き鳥食べてましたねそれな俺やる気あんまないんだけど、はい、おとといちょっと待ってね、おとといおととい覚えてないなんだろう、ハンバーグとか言ってけばいいかな、覚えてないからえ、そろそろじゃあ次の、待って今時間ってどん10分、あ、OK、 ちょうどいいぐらいか、いい感じ、次の曲から知ってるかな。あれ次の曲って有名？あ、有名だと思って入れました。あ、知らなかったらしい。え、でもいい曲だから聴いて。